方向性を決めるのが得意な生き物とされています。ではディレクターの鳴き声も聞いていきましょう。おや、何か聞こえてきましたね。耳を澄ましてみましょう。この方向性で行こうって会社が決めたら俺いらねえし。ディレクターのぼやきですね。責任は取らされるのに権限はないの。ディレクターの鳴き声、心に届きましたか？ディレクターの声が皆さんの心に届きました。